皆さんこんにちは。ナビゲーターの旅蔵です。本日私は JR の新しい駅、梅小路京都西駅に来ています。この辺りは梅小路公園といいまして、京都鉄道博物館や京都水族館がある人気のエリアとなっています。2019年に駅ができてからホテルの開発ラッシュとなっておりまして、ホテルエミオン、そしてロイヤルパークホテル、 JR 西日本のホテル、そして本日のホテルが出店しているエリアとなっています。このチャンネルでは年間60泊ホテルステイをしている私旅蔵が、様々なタイプのホテルに宿泊してホテルレビューをしています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、本日のホテルはこちら、梅小路花伝荘さんです。こちらは共立リゾートさんが運営するホテルでございまして、ドーミーン、ノノに続いての新しいシリーズです。京都では嵐山、そしてこの梅小路ということで2軒目のオープンとなりますが、2022年6月11日グランドオープンのまだ新しいホテルとなっています。さて、敷地の門を入りまして、左側には駐車場があります。約50台、1泊1500円で駐車ができるということでございます。こちらのですね、花伝荘ですけれども、旅館タイプのホテルなんですが、こちらね、ホームページを見ると、京の雅をカジュアルに楽しむ和のシティリゾートという表現をしておりますね。旅館ということではなく和のシティリゾートという表現をしております。さて、一体どんなホテルなんでしょうか。早速中に入ってみたいと思います。はい、こちらがロビーでございますけれどもね、畳となっていますね。宿泊者は全員こちらで靴を脱いでですね、左側の方に入っていきますと、このような下駄箱コーナーがあります。宿泊者は全員こちらでね、靴を脱いで、そして下駄箱に入れてホテルライフを楽しむという形になります。はい、和のテイストいっぱいのロビーでございますけれども、奥にフロントカウンターがあります。フロントのスタッフは和服を着ておりまして、こちらは旅館のような感じがいたしますね。はい、番頭さんのようなね方もいらっしゃって、すごく面白い感じがしますね。そして室内も京都らしいデザインとなっておりまして、とっても素敵なロビーとなっています。そしてフロントカウンターの隣にはアメニティバイキングがあります。館内用の足に履く足袋やコットン、コーム、シャワーキャップ、あとブラシ、カミソリ、ヘアゴムなどね、いろんなものがこちらに用意されています。歯ブラシは部屋に設置されているということでございました。では早速客室の方、3階の方に上がってまいりました。エレベーターホールもね、京都の室内がすごく感じられまして、和な感じですね。はい、漢字で部屋番号が書いてあって、すごくいい雰囲気となっています。そして廊下もすべて畳ですね。そしてこのホテル結構横に大きいので、結構部屋番号によっては歩く部屋もたくさんあるかと思います。途中にはですね、貸し出し枕のコーナーもあります。羽毛枕や2つ折り枕など、いろんなものがありますので、自分に合ったものを必要な方はこちらからピックアップしてお部屋で使えるような形となっています。嬉しいサービスですね。はい、それでは早速客室の方に行ってみたいと思います。はい、今日はこちらのお部屋でございます。鍵はね、このようにシリンダーキーになっておりまして、珍しいですね。はい、今開けましたので、こちら開き戸となっております。早速中に入っていきたいと思います。はい、畳の部屋ですね。はい、では奥に行きましょう。
はい、畳の上にベッドが2台置いてあるような和洋室のお部屋となっています。そしてこちらのソファーセットもね、すごくおしゃれな感じがしますね。はい、では早速見ていきたいと思います。まずこちらベッド2台が置いてありまして、はい、ベッドボードが白木な感じですね。トータルコーディネートされてますね。はい、そして携帯の充電と調光などがついておりまして、便利な感じとなっています。はい、そして壁には、大友のやかもちの和歌がね、飾られていますね。素敵です。はい、そして障子扉、そしてこちらは加湿機能付きの空気清浄機が入っています。はい、この辺はもう全く和の室内となっていますね。はい、こちら扉開けてみましょう。はい、こちらにはですね、大浴場がありますので、大浴場のタオルセットとなっています。そして下に金庫がありますね。旅館な感じですね。はい、そしてハンガーもたくさんありまして、これは嬉しいですね。はい、そして下開けますと、はい、館内着が置いてあります。はい、そしてこの下、こちらはその館内着の上のですね、段を取るようなね、ものですね。ちゃんちゃんこみたいな感じですかね。いいですね。はい、そしてこちらに、椅子が置いてありますけども、ちょっと面白いですね。はい、そしてここ開けると電話なんですが、隠してあるところがまた面白いです。はい、そしてこちらが三面鏡ですね。はい、化粧をしたり、女性の方には嬉しい、ところですよね。はい、そしてこちらにテレビが置いてあります。かなり大きいですね。はい、そして下に引き出しがあるんですけれども、右は何もなし、真ん中にはグラスセット、そして端にはコーヒーカップが用意されています。はい、そしてこちらは冷蔵庫、そしてケトル、そして上にもね、扉がありますが、中は何もありませんでした。こちら面白いものがありまして、虫さんセットということで、開けてみたらね、あのフマキラーみたいなのがね、入ってましたね。ジェットスプレーみたいな感じでしたね。はい、ちょっとね、面白い感じのなかなかない客室ですね。この、はい、テーブルも四角くて面白いです。はい、では今度水回り行ってみたいと思います。はい、こちらもね、はい、ウッドになっておりまして、こちらね、陶器でできているのがまたちょっと面白いですね。はい、このような感じの、はい、水回りでございます。はい、下に引き出しがあります。はい、こちらには歯ブラシ、他のアメニティはすべてね、1階からいただいてくる形となっています。こちらはドライヤーでございますね。はい、そしてこちらカゴと足マットがあります。そしてこちらにはね、シャワーブースがあります。大浴場がありますのでね、お部屋はシャワーブースだけとなっているようです。はい、こちらはポーラのスタンダードなアメニティですね。はい、そしてシャワーがあるような感じのシャワーブースとなっています。はい、では反対側行きますと、こちらがトイレとなっています。はい、トイレも、はい、家庭のトイレみたいな感じですけどね、とっても綺麗ですね。はい、そしてこの壁紙とこの白木がとっても綺麗です。まだね、新しいホテルなんで、匂いがね、木の匂いがしていいですね。はい、このような雰囲気となっています。で、こちらが入ってきた入り口ですけれども、入り口のところに大きな姿見が用意されています。とにかくね、畳と白木でトータルコーディネートされておりましてね、和洋室といった感じなんですけれども、旅館のとっても落ち着く、そんな客室であります。なかなかね、快適でもありました。はい、ではお部屋は以上です。続きまして、1階にあります大浴場の方に行ってみたいと思います。こちら1階のエレベーターホールなんですけれども、洒落たアートが飾られておりまして、とっても素敵な空間となっています。そして入り口には貸し浴衣コーナーがありまして、たくさんの種類の絵柄のついた浴衣が貸し出しとなっています。特に女性の方は嬉しいのではないでしょうか。
はい、そしてこの湯どころのコーナーでなんですが、長い廊下がありまして、このエリアすべてがですねお風呂のコーナーでございます。大浴場や5つの貸切風呂、そして休憩どころ、そしてリラクレーションショップっていうんですかね、はい、などがあったり、トイレがあったり、いろんな施設がこちらにあります。とっても大きな空間なんですけれどもね、両側にこのようなアートがあったりして、京都らしさを感じることができますので、こちらでゆっくり楽しんでみてはいかがでしょうか。結構長い廊下なんですけれどもね、こちらもお風呂に関するね昔の絵が、鳥獣戯画みたいなような絵がありまして、面白いですね。こちらは昔の京都の京都駅の写真とかね、そういったものが置いてありました。こちらは貸切風呂のコーナーとなっています。さて、こちらがメンズ男子の大浴場の入り口となっておりますけれどもね、このような扉を開けて中に入っていきたいと思います。はい、こちらがですね内湯なんですけれども、とっても大きなね空間で、こちら露天風呂もあります、サウナもありますのでね、大満足の大浴場でございました。そして大浴場上がったところに、このような湯上がりどころがありまして、アイスキャンディーのサービスがありました。こちらもちょっとしたことですけれども嬉しいサービスですね。はい、続いて1階のロビーの方にやってきました。こちらでもサービスがありまして、はい、風呂上がりの美味しい麦茶サービス、そしてこちらはお茶バイキングと言いましてね、たくさんの種類のお茶を楽しむことができます。ちょっと飲んだこともないやつがあったり、あと京都らしいね、とっても匂いの特徴のある番茶があったりということなんで、試してみてはいかがでしょうか。はい、そしてこちらにはエスプレッソマシンがありまして、コーヒー、カフェラテ、ココア、ココア、抹茶ラテなどがあります。こちらも無料ですので嬉しいサービスとなっています。そして6時から7時まで、小腹が空いた時にどうぞということで、お団子サービスが現れました。なんだか次から次へとねサービスがある、とっても楽しいホテルだなと思いました。さて、今回はですね一泊朝食付きということで、夕食はついてなかったので近くの、天ぷら屋さんの方にやってきました。こちらはホテルの前のホテルエミリオンの中にあるお店でございます。実はこちら祇園の高級店遠藤がプロデュースしたカジュアル天ぷらということでございまして、初めてやってきましたけれどもね、この職人が目の前で揚げるこのコース、なんと2200円でいただくことができます。カリッカリサクサクでございまして、本当に美味しいコースでございましたので、夕食ついてない方はねこちらぜひおすすめしてみたいと思います。こちらは夜の外観でございます。さて、ホテルの方に帰ってまいりました。今度はですね貸切風呂の方に行ってみたいと思います。こちら貸切風呂のロビー待ち合わせスペースとなっていますけれども、実は5つの貸切風呂がありまして、この電気のねサインのところで空き状況がわかるようになっています。はい、こちらですね今電気がついていないところは空いておりまして、電気がついているところは使用中ということになります。それでは早速一つ中に入ってみたいと思います。はい、こちらが空いているということで中に入ってみたいと思います。はい、脱衣所がですね用意されていますね。はい、これが貸切っていうのは嬉しいですね。そしてこちらは露天風呂になっておりまして、お庭が見えるような形となっております。ただしね、隣にお客さんがいる場合は声は結構聞こえてまいりますので、その辺はご注意ください。それにしてもですね、この大きな空間が貸切しかも無料というのはですね本当に素晴らしいサービスだなと思いましたし、
家族連れにね、本当におすすめしたいと思います。こちらは別の貸切風呂の写真となっています。さて、湯上がりどころでですね、夜の9時から夜泣きそばのサービスがあるということでやってまいりました。はい、こちらもちょっとしたサービスなんですけれどもね、とっても嬉しいですよね。美味しくいただきました。こちらももちろん無料サービスです。そして、こちらナイトバーがあるということなんですが、実はですね、この日は休業中でございました。今はやっていないということなんですが、電気がついておりましてね、とっても素敵な空間なので、普段はこちらでバー営業されてるんでしょうかね。はい、一度来てみたいなと思いました。そしてこちらが無料貸し出しのアイテムボードでございます。大変便利ですね。オセロ、100人一首、囲碁、カルタ、トランプなどが貸し出しをしておりまして、すごく楽しいサービスだなと思いました。もちろん iPhone なんかの充電器の貸し出しもあります。はい、こちらロビーから見た夜のお庭ですけれどもね、とっても手入れがされていて、とっても素敵な空間となっています。いいですね。はい、朝になりました。おはようございます。客室の窓を開けてみますと、はい、ちょっと目隠し用にグリーンが置いてあるんですが、外は大きな倉庫が見えておりました。はい、まあ、グリーンがあるのであんまり気にならない感じでございましたね。はい、そして、お風呂に入りまして、また湯上がりラウンジの方に戻ってまいりましたけれどもね、夜は分かりませんでしたけれども、昼間はね、このようなこちらもお庭がありまして、とっても綺麗ですね。ただね、一部やはり本物ではないものがありますのでね、このホテルはまあ価格的にも仕方ないんでしょうけれども、その辺は少しだけ残念に思いました。はい、朝は乳酸菌ドリンクのサービスがありまして、ご自由にどうぞということでございました。はい、続いて2階にあります朝食バイキングの方にやってきました。はい、実は大変人気がありまして、大変並んでおりましたので、これは、食事後に実は撮影をさせていただきました。はい、お店の方入って行きますと、右側がですねバイキングエリアとなっておりますけれども、大変種類が多くてちょっと本当にびっくりしましたね。はい、奥にはオープンキッチンがありまして、シェフがいろんな料理を次から次へと出してくれておりました。はい、こちら京料理ですけれども、組み上げ湯葉や温泉卵、はい、そしてご飯のお供ですね、ぶっかけ生姜、こちらも大変美味しかったです。はい、奥にありますのはお重でございまして、京料理が中に入っております。そしてこちらオープンキッチンは生田楽、スペアリブ、そしてお魚をですね、どん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 焼いて、このように出してくれていました。こちらは、はい、コーン蒸したやつ、はい、湯葉そばということですね。いいですね。はい、そして京都のおばんざい料理がずらり並んでおりましてね、本当に全部食べたかったんですが、さすがにこれだけあるとね、なかなか食べきれませんでした。そして京都らしくお漬物の種類も豊富にありました。こちらも京都を感じられる楽しい演出ですね。そしてなんとびっくり、イクラの食べ放題があったり、そしてこちら前菜ですね、サーモンがあったり、お寿司があったり、ハムがあったり、ピクルスがあったり、はい、そして子供も大好き唐揚げなども準備されていました。はい、こちら和食の方なんですが、私がいただいた今日の朝食です。今日はですね、和食を中心にいただいてみました。はい、これでもですね、種類が全然取れておりませんし、洋食まで全く手が回らない状況でございました。はい、肉汁みたいなものがあったりね、
お味噌汁も美味しかったですね。はい、大変豪華な朝食でございましてね、朝から気分が上がりましたね。ただお腹いっぱいで食べきれないのがね、本当に残念でございました。洋食も食べてみたかったし、もっと食べたい料理もたくさんありました。さて、こちらが2階のエレベーターホールですけれども、私が来た9時頃はこちらにたくさんの方が並んでおりまして、順番に名前を呼ばれておりました。さて、本日は私は10時チェックアウトのプランということで、少し安いプランを頼みましたので、そろそろチェックアウトとなりました。とっても充実したホテルステイを楽しむことができましたが、皆さんはいかがお感じになりましたでしょうか。今回ね、実際に宿泊してみた正直な感想をお伝えしたいと思いますけれども、本当にサービスいっぱいでね、ちょっとびっくりするぐらい楽しい滞在を楽しむことができました。総じて大満足なんですが、一つだけ気になることといえば、結構ねグリーンとかお庭とかに偽物のものがたくさん置いてあります。まあでもね、この値段なのでそれは仕方ないかなと思いますけれども、ちょっと私的にはげんなりするところもありましたけれども、まあコストパフォーマンスを考えるとすごくいいので、こちらおすすめしたいと思います。はい、そしてこのエリアなんですけれども、京都鉄道博物館や、京都水族館、そして梅小路公園などね、見どころもたくさんあります京都の新しい人気スポットのとなっているエリアとなります。私もびっくりしたんですけれども、こちらにアイススケートリンクができておりましてね、楽しいエリアとなっておりますので、皆さんもぜひお泊まりになってみてはいかがでしょうか。そしてビジネスマン向けの出張プラン、チェックインが18時、チェックアウトが10時で朝食付きで大変お得なプランもあります。ビジネスでね、こんなホテル泊まれたらいいなって本当に思いますので、皆さんもぜひ利用されてみてはいかがでしょうか。さて、本日もご視聴ありがとうございました。もしこのチャンネルが役に立ったら、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。